皆さん、こんにちは。ずっと知っていましたから、どっぷりでしたよ。2023年9月11日に東京・六本木で行われた三河健一ドラマチックシャンソン2023に出演した歌手の三河健一さんが、ジャニー喜多川氏、享年87の性加害問題について初めて口を開き発した言葉が冒頭の発言でした。言えない空気というか、触れてはいけない。マスコミの方たちもそうだったと。あの時代はみんなそういう気持ちで触れてはいけない。その話を言ってはいけないっていうそういう時代でしたから、もうちょっと早めに事件なり、何かしたら、もっと被害者が出なかったんじゃないかなと思います。こう語った三河健一さんについて、デビューの時から知る音楽関係者は次のように話しています。今でこそ三河健一さんのお姉キャラが全国的に浸透していますが、デビュー時は男装の美少年キャラでした。曲が大ヒットしてもカミングアウトできずに悩んだ時期が長かったのです。それだけにジャニー喜多川氏のことは人事でなかったのだと推測しているそうです。三河健一さんは昭和の大作曲家と言われた子古賀政男氏に師事していました。1965年に日本クラウンから青春路線の曲だけどだけどだけどでデビューします。美少年歌手として売り出されましたが、翌年ムード歌謡路線に転向しています。飛躍のきっかけとなった柳瀬ブルースは120万枚のミリオンセラーを記録しました。その後も新潟ブルースや釧路の夜とヒットが立て続き、1968年に NHK 紅白歌合戦に初出場して以来7年連続出場しました。転機が訪れたのはNHK 紅白歌合戦に落選した1975年から2年が経過した1977年のことです。三河健一さんは大麻取締法違反容疑で逮捕されたのです。後に不起訴に。さらに1984年に大麻取締法違反容疑で再び逮捕され、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。それ以降三河健一さんが置かれた状況は一変したのです。芸能界を干された三河健一さんは、以前から新宿三丁目の寄席末広亭近くでサパークラブろくでなしを経営していました。前室の音楽関係者は、三河はデビューの頃から古賀先生に可愛がられていたことや、その仕草から様々な噂がありました。しかし熱烈なファンがいる手前、カミングアウトできずに本人は苦しんでいたと思います。最近で言うと、現在歌手活動休止中の氷川きよしと似たような境遇ですが、LGBTQ への理解が進んでいる今より辛い状況にあったのは間違いないでしょう。大麻に手を出したのも、その苦しみから逃げるためだったんじゃないかと言われていました、と話しています。三河健一さんはその後、1990年に放送されたキントリの CM、タンスにゴンで千秋直美さんと出演しました。CM の中で三河健一さんが商店街を歩く千秋直美さんに放った「もっと端っこ歩きなさいよ、お元気」というセンセーショナルなセリフが話題となり、その後の三河健一さんの人気復活を象徴する CM となりました。 CM で事実上のカミングアウトをしたこのセリフは、三河健一さんの開き直りによるものだと言われています。ほどなくしてモノマネタレントのコロッケさんのモノマネがきっかけで再ブレイクした三河健一さんは、お姉キャラに転身し、大物歌手、ご意見番として芸能界に君臨することになります。2019年12月20日、三河健一さんが TBS 今夜解禁ザ・因縁地獄を見た芸能人のみそぎスペシャルに出演し、父に殺されかけたという禁断の過去を明かす場面がありました。この日はお騒がせ芸能人に説教をする企画三河シリーズで、 YouTuber デビューしたビッグダディの元妻でタレントの美奈子さんを、子供使って金儲けしようとしてんじゃないよと切り捨て、子供にはやっぱり母なのよと自らの出生の秘密を告白しました。三河健一さんによると、母がある男性からプロポーズされ、ほどなくして三河健一さんを身ごもったといいます。母は父に赤ちゃんできたみたいと喜んで報告したところ、後日元気になるから飲んどきなさいと母にビタミン剤を手渡した父が、なぜか忽然と姿を消してしまったというのです。1年後、知人からの目撃情報をもとに父の住む家を母が訪ねたそうです。するとその家には女性の姿がありました。あなたどういうこと、
と驚く母は、なんと父は既婚者だったということをその場で知らされたのだそうです。しかし、もっと恐ろしい事実がありました。どうして子供が、と父は口走ったというのです。母に渡したのはビタミン剤ではなく、劇薬だったそうです。三河健一さんは、私は望まれてきた子供じゃなかったと告白しました。しかし、母は極貧生活の中でも三河健一さんを一生懸命育てていったそうです。三河健一さんは、自身の体験をもとに、子供は中途半端な気持ちじゃ育てられない。やっぱり母なのよ、と、いつまでも母親への感謝の気持ちを忘れないと語っていました。ある時、自身のアイデンティティに関わることについて語ったことがあります。本当はノーマルですか？ってよく聞かれるけど、どこまでがノーマルなのかしらね、と三河健一さんが明かす過去の恋愛遍歴。最後には決まって、私は男でも女でもない。三河健一よ、と述べます。芸能界のご意見番として時に厳しく、時に愛あるコメントで世間を楽しませてきた三河健一さんも今年でデビュー60年。その多くの時間を、お姉キャラ、で過ごしてきましたが、実際の恋愛遍歴はどうなのでしょうか。今まで明かされなかった三河健一さんの過去に踏み込んでみました。三河健一さんはどのように幼少期や青年期を過ごしたのでしょうか。三河健一さんには、海の母、と、その姉の、育ての母、がいるそうですが、育ての母には、坊やって呼ばれて一緒に銀ブラ、銀座をぶらつくこと、をしていたそうです。そこで母は三河健一さんに、これ素敵でしょう。とか、これは舶来品なのよ、とか言っていろいろなものを見せつけていたそうです。おそらく三河健一さんの美的センスはそこで培われたのでしょう。しかも育ての母は、男は男らしく、女は女らしくが当たり前のあの時代に、自分らしく生きていいのよ、と言って育ててくれたといいます。現代を見通したかのようなこの言葉に何度も救われたそうです。三河健一さんがお姉キャラとしてテレビに出始めた頃も、綺麗だったわよ、などと言って、楽しんでテレビを見てくれていたそうです。そのお母様は三河健一さんの恋愛に関して何かアドバイスをしたことはあったのでしょうか。三河健一さんは、昔、付き合っていた一般の女性がいて、その人を母が気に入ってくれて、結婚しようと思ったことがあると言います。柳瀬ブルース、1966年が出て、ヒット曲を立て続けに発売している頃だったそうです。まだ美少年で売っていた頃だと言います。しかし、二人の母を背負っているような生活状態だったこともあり、その人は日本的なおしとやかな女性で育ての母とは正反対だったそうです。三河健一さんと母の間に入ってその女性がうまくやっていけるのかと、いろいろ考えたらちょっと難しいかなと思い諦めたと言います。その後も噂くらいはマスコミから出たそうですが、心底結婚しようと思ったのはその人だけだったと述べています。お姉キャラが世間で認知されてからは、女性からのアプローチが減ったというか、三河健一さんが、お姉を演じていると思っていた人が多かったようで、本当は女性が好きなんでしょう。結婚してくださいってファンレターが今でも来るそうです。10代の頃は男にも女にも声をかけられたそうで、本人曰く、でも男の人も別にゲイってわけじゃなくてノーマルだった。私に怪しい魅力があったのかしら、と振り返っていました。それで母に、男に声をかけられた、って言うと、あんたが可愛いからよ、って、それと、ダメよ、ちゃんと自分を守らなきゃ、とも言われたわね。まるで女の子扱いよ、と述べています。そういう中で、男性との恋愛経験もあったのでしょうか。この質問に対して、もちろんあったわよ。若い頃ね、だから恋愛対象に男女の線引きはないと思います。と語っています。子供が欲しいと思ったことはあるようです。若い時は欲しかったわよ。結婚はできないから、アメリカとか韓国で、自分の精子で人工授精をやってもらうことを考えたくらい。でも当時はお母さんがいないっていうのは、子供に肩身の狭い思いをさせるんじゃないかと思って諦めました。と述べています。いかがだったでしょうか。今回は、三河健一さんの生い立ちや人生観などについて深掘りしてきました。2023年9月10日、三河健一さんのライフワークの一つとなっている秋恒例のコンサート、ドラマチックシャンソン2023。冒頭に引き続き別の場所でも、故ジャニー喜多川氏の性加害問題について語りました。その中で、
ジュリーさんはやっぱりやめないで頑張ってほしいってエールを送ったんですけど、やっぱり被害者の方たちのことを思ったら、皆さんで相談なさって記者会見に出てこないって噂もありましたから。でも出ていらして、しっかりとお答えになって、指示官非常にしっかりとした対応でよかったんじゃないですか、と記者会見について振り返っていました。今後のジャニーズ事務所については変わっていかなきゃいけないとしつつも、三河健一さん個人の意見では名前を変えずにやっていった方がいいと述べていました。これもまた一つの意見だと思います。結局どのように立て直すのか、またどのようにマネージメントをしていくのかは経営陣が考えることでしょう。第三者のファンや我々はそれらの姿勢に対してどのように対価を支払うかということです。納得が伴えばファンは維持され増加していくことも考えられます。これが復調する際の正当な道筋です。納得がいかなければファンは離れていくでしょう。結局は事態の推移を見守ることしかできないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。